1枚のチケットがなかなか消費しないので、今日4回連続で売ってます。ファーストステージってことは、多分これ規定回数の10回をある程度いい数字で乗り越えても、セカンドステージで先は長いんで、まあやらないです。トンパツ、シャーチャー、ドラチューン、ピンズの一通、上の親が変則定、左右はピンフ系かなと。ちょっと郵送目立ちますね。上は目立ちますね。マンズ、国士、ちゃんた、チートイ。変則手です。この郵送も、郵送リャンピン。こっちもハテナ。上はマンズだなと。いいピンが出てきたので、マンズでしょう。左はピンフ系。右はマンズかなと。上もマンズかなと。左はまあピンフ系。マンズは今のうちだったら小されます。されますね。私、神茶なんで。マンズかなと。マンズかなと。ピンフ系。まあ、マンズを抑えながら。カンパーピンで、まあリーチかなと。あら、サブロ、まあこれは出るでしょう。マンズ狙ってる人にピンズ待ちなんで。あれ？あ、ごめんなさい。チーマン手の中から出てきた。あ、マンズ降りたかな。あ、上マンズじゃなかったです。E1 手の中から出てきた後にチーソー出てきたので、マンズ多めってだけで。安いんで大丈夫ですよ、皆さん。サブローピンです。サブローピンは3の4。上は親なんで、まあ、降りてもなぁと。上は攻めてきてます。ションパイのチューン、ドラのチューン切ってきたんで、まあこれテンパイでしょう。普通切れない牌です。親でなければ。しかも、白のみ1500でドラのチューン切るかって話なんで、もしかしたら5パくらいは、私が振り込む可能性あります。サブローピンは3人に持たれて、危ない！あ、そっちか。サブローピンは3人の手の中かなと。ちょっと私のリーチの、リーチ後の牌がさ、ピンズで積もってくれないと、こんだけソーズばっかだと。上はずっとつもぎり続いてるんで、まあ、テンパ、あ、これはナイス。7等3。まあ、やっぱりなって言われそうな形ですね。1326。多分、上、他の人は、ああ、やっぱり、まあ、その辺だとは思ってたと。ここまで出ないってことは、他の人にこう、筋で統一統一みたいなことがあると思うんで、まあ、そこは切らないね、と。言われそうですが、これは、6チッパが見えます。早い順目じゃ、チューン2枚とも孵化します。上変則手ですね。上変則手。左右は、ピンフ系と。第一打目にニッパチの、ニッパチの理論で、まあリーチ来てもイーソー通るでしょうと。親なので、初をポンして、
まだマンズが出ていない。んー、ちょっと面前で行こうと。んー、どうだろう、スーマーあたり切ってチュンのポンも、まあこれでリーチと。これは間違いいんで、こんだけパーピン、あ、パーピンノーチャンスの上のキューピン待ちなんで、まあ普通に上がれると思いますが、まあただノーチャンスなんで、キューピン使えないのにすぐ出てこないってことは、あ、ちゃんとあんこすでに枚数ゼロの可能性ありますが、まあ山にあれば出てきやすい。しかも親なんで、マンズの本一なんで、こんな牌残しても。トン三局親、ドラは言いそう。点数はそんな離れてないんで、できれば、うわちょっと、ああ、まあまあ。これはもう一泣きポン。ダブトンはポン。ダブトンからしか泣かないです。なんとかトンをポンする、ポンしたときに、そこそこ、手格好をいい形にしておきたい。上と左が変則手。上と左が変則手。ちゃんた K ですね。右はピン風、上はちゃんたっぽい。左はちゃんた剣ピン図。もうこのくらいの形でポンしたいですね。と思ったらさせてくれない。まあ、間4件のスッチーピン、カッコ E ピンは抑えるんで、これテンパっても、換算ピンには取らないです。いや、換算ピンに取れって言ってくるね。結構手詰まりですね。スッチーピンは切らないんで、まあ、ウーピン切ることになると思います。テンパイ、テンパイすれば。あ、チーピン切ってくれた。全く読みが当たっていない。まあ、イースーピンの可能性はあるんで。スーチーピン、カッコイーピンなんで。まあ、三蔵も切ってくれた。助かるな。三蔵は通る。初は1枚だけ。あ、2枚入れ。スーマンも通る。何？私の3ワンが。くっそ。終わった。まあ、マンズを今から2枚外していきますが、そんなスピードで間に合うかって話ですね。まあ、反浪ピンはチー。リャンウッパ装置するかなーって感じです。あ、この辺が潮時かなという感じです。チートイーシャンテンなんで、テンパイだけは、おお、すごい。私はウーピンのドラ、チートイドラ1。右はトンとイーマン。左は、なんだ、わかんない。オーラストップなので、闇ピンフ、クイタン、自敗のみで行きたいんですが、手格好が全部狙えない手格好。親は26オールでトップです。
かなり苦しいですね。1133、ペンちゃんカンちゃんみたいな。これはちょっといつもしてくれた虎の血槽なんて今更いらないんで、もうロンと闇でイーペーコーのみと。一応闇で上がれる形にはなったんで、手配見ると親はまあ全突っ張でしょう。上は大きく狙ってきます。左も、まあ、羽マンくらい上がればみんなトップ見えるんで、まあ一応1万点離れてるのでリーチ来てベタ折りして竜極まで持っていって脳天でトップ、まあこれは使えますね。789でチーマンズの鎮逸かなと。マンズの鎮逸がいるので中盤になったらもう竜極狙いの、折りでいいかな。上がリャンゾーポン、ソーズの染め手はちょっとなさそうだし、あ、マンズ引いたんで、こいつは切らないです。まあ、このパワー1で折りかなと。上がリャンゾーポンですが、急走切ってるんで染め手ではなさそう。クイタンドラ3ぐらい。高く見積もって U ピンでぶった切られてるんで、これは E 数ピン待ち。ピンズの両面であれば E 数しかないです。マンズテンパったなと。マンズはもう危険、 E 数ピンは危ないってことで真ん中の牌切りますが、あれ上か、終わった。一気にビリ、調子こいった結果というか、左右を警戒して竜極狙いに行って、上全く見てなかったんですが、一茶からオーラスでビリまで叩き落とされるハネマン。まあ不注意というか、もっとゆっくり場を見てれば他に選択肢あったかもしれないんで、まあ不注意という一局でした。ありがとうございました。オーラス、ハネマンを振り込んでトップから4茶に落ちた一局です。右が一数ピンのリーチと言ってたやつで、左がマンズの染め手と、上がリャンズをポンして、あんまり高い、上はノーマークでしたね。左右にばっかり目がいって、上ノーマークで振り込んだと。こっちは一数ピンと呼んだんですが、なんか一数ピンになりそうもない。あ、この後数ピン引けば、一数ピン待ちになるかも。上が単野をトイトイドラさん。確かにそんな匂いする手です。左がマンズの染め手と呼んだんですが、ちょっと遠いですね。私もこれはクソだと思ったんですが、意外と手が、ツムが伸びてきて、手になってきました。このリアンワンで闇でイーペーコーをロンできる形になったので、かなり良かったツモ。右がイーシャンテン、上はクイタンドラさん。左はマンズと、まあ、そんなに読みは外れていない。
まあ一応、チートイも見てますね。チート、リーチ、チートイ、ウラウラと。あとはドラドラと。8000。トップはなれないんですが、まあ、ツボによっては、もしかしたらポンして、マンズに染めるかもしれない。ああ、まあ、染めた。あれ?チーした以上は、数層切りかなと思ったんですが、なんだ。三茶キープの経典とか。いや、ちょっとわからないです。上はドラ3、イーシャンテン。上ドラ3、イーシャンテン。タンヤオドラ3。445から5を切ったんで、トイトイ、タンヤオトイトイ、ドラ3。積もればトップ。トップを見た手作りです。まあ、9層切ってるんで、今更ロー9層いらんと。あ、ロー層はテンパイか。まあ、トイトイ方面でしょう。ちょっとこのパワーワン引きで、左のマンズを警戒して、まあ、手を降りようと。この形もマンズなんか出てきそうなんで、左の均一にマンズを切るのはどうかなと思って、ここで降りたと。上、テンパイ、タンヤオトイトイドラ4、ハネマン確定。1300の強卓なんで、ハネマンのロンジャー届かないんですが、ツモなら逆転。ボヤが、ずっとこの形ですね。ようやく、親はチーマンマチ、リーチ、ドライチ、ザンク。上はスーピンとウーソー。まあ、イースーピンは切らないと言ってたのは、まあ、ある意味、上の当たり牌を抑えてたんでよかったんですが、この時点で左はマンズ、ウーピン4枚枯れの都合上、で、ピンズでリーチの都合上、イースーピンと。マンズとイースーピン、マンズとイースーピン。読んでたもんで、じゃあ、ソーズは安心だなと。で、ベタ折りしたい。これは折り打ちなので、ちょっとみっともないですね。せめて、攻撃、トーラバリーチして、ロンクラウならともかく。まあ、初ですね。初安全ですね。二枚切れ気づいてなくて、まあ、マンズとイースーピン。マンズとイースーピン。まあ、親リーに嘘を通るし、そもそもソーズ大丈夫でしょうみたいな。深く考えてなかったらまさかの上からのロンで。しかも手が強烈。まあ、かっこいい言葉使わせてもらうなら、油断と。まあ、通るでしょうと。そんな一曲でちょっともったいないなと思いました。ありがとうございました。